日本北海道根室市長根室市長は、かつて北海道に存在した市長の一つ。市長名は根室国に由来する。市長所在地は根室市。2010年4月1日、根室振興局に改祖。本市長に含まれる、生舞諸島、四湖丹島、国後島、エトロフ島の領有権に関する詳細は、北方領土の項目を参照。 反省時代や市長制志向よりも前の歴史については、根室国、千島国をそれぞれ参照。1871年5月設置の根室出張開拓市長、及び1886年1月26日、根室県廃止により、同区域を管轄するべく、北海道庁に置かれた根室市長が先立って存在するが、これは、本校の根室市長とは別物である。 道内における、根室市町の位置北海道の最東端に位置し、根室海峡、太平洋に接する。以下は、根室振興局管内における、都市雇用圏の変遷である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。根室市町の自治体1、根室市、2、別海町、3、中市別町、4、市別町、5、羅臼町、6、四古丹村。 七、白村。八、留め寄る。別村。九、流別村。十、沙名村。十一、しべどり村北方領土。A ハボ坊前群島。B、シコタン島。C、クナシリ島。D、エトロフ島。ありがとうございます。